私の名前はパニコ、34歳の専業主婦です。もともと事務員として働いていましたが、妊娠を機に退職。現在夫のコウタ、6歳になる娘のパニミとの3人暮らしです。私は子供が大好きなので、本当は3人くらい欲しいかなと思っていたの。でもね、夫に子供は1人で十分だろう、金もかかるんだからと強い口調で言われてしまったんです。だから子供はしぶしぶ諦めました。夫のコウタは高所得者だから、経済的にも困ったこともなく、毎月定期的な貯金、パニミにも好きな習い事をさせることができています。そんなコウタなのですが、最近少し様子がおかしいんです。今朝も出かけにいきなりこんなことを言ってきたの。おいパニコ、今日俺仕事が終わったら接待があるから帰りが遅くなるわ。てかもしかしたらどこかに泊まってくるかもしれないから。え、また急な接待？だって2日前も飲み会だって夜遅くまで飲んでて、結局帰れなくてホテルに泊まってきたんでしょ？そうだったっけ？覚えてねえ。接待の後遅くなるようならさ、私迎えに行ってもいいんだよ、車はあるんだし。ああ勘弁してくれよ、せっかくいい酒飲んで気分がいい時にお前の顔なんてつまんないもん見たら酔いが覚めちゃうだろ。ちょっとそんな、せっかくうまいもん食って酒飲んでくるんだ、俺の気持ちも少しは考えてくれよ。そんな言い方しなくたって。それにパニミだってコウタがいないと心配するのよ。パパどこ行ったのって。子育てはお前の仕事だろ、俺に責任押し付けてくるんじゃねえよ。お前は俺に食わせてもらってるってこと忘れんなよな。お前らだって俺が稼いだ金で飯食ってんだ、そこんとこ覚えとけよ。こんな調子で少しでも私が意見すると倍返しになって言葉が返ってきます。最初の方はそれでもめげずに言い合ってたんですけどね。でも最近は夫婦喧嘩をするとパニミがすごく寂しそうな顔で私たちを見ているんです。子供には悲しい思いをさせたくなかったですし、私が我慢すればいいことだからってもう言い返したり反撃するのは諦めることにしました。しかしコウタのこの自分勝手な行動はどんどんエスカレート、しまいには休みの日でさえ家族の予定やパニミとの約束を平気ですっぽかすようになったんです。今日はパチンコに行ってくるわ、改装オープン記念で稼ぎ時だぜ。え、待ってコウタ、今日は家族で動物園に行くって言ってたじゃない、もしかして忘れたの？パニミが悲しむよ。ああ、そうだったっけ？俺そんなの知らねえな。たまには俺だって息抜きしたいし、お前はパニミと二人で楽しんできたらいいじゃないか。動物園は三人じゃなくても行けんだろうがよ。二人で車で行ける場所はいちいち俺のこと誘うなよ、めんどくせえ。そんな、パニミとの約束はどうするのよ。あのな、その動物園に行く金だって俺が稼いでんだぞ。俺が金を何に使おうが、その金でどこに行こうが俺の勝手だろ。俺の金で動物園に行くくせに俺にいちいち指してすんなよ。ひどい、もういいわよ。何なのよ。せっかくの家族揃っての休日だから、いつもより早起きしてお弁当まで作ったのにがっかりです。でも私以上にがっかりしていたのはパニミでした。パニミがずっと楽しみにしてた予定だし、今さら行かないなんてパニミに言えないし、私は思い切ってパニミと二人で動物園に行くことにしたんです。ママ、今日もパパは仕事忙しいんだね。そうみたい。あのね、パパは大変みたいでさ、今は会社が1年の中でも一番忙しい時期なんだって。もう少ししたら落ち着くと思うから、その時は家族で出かけようね。やったー、今日はママと二人だけどたくさん楽しむよ。あー、私とパニミは思いっきり休日を満喫。パニミの好きな動物をたくさん見て回り、そして手作りのお弁当を食べて大満足しました。アザラシが気に入ったパニミのために小さなキーホルダーも購入。これだけ満喫できれば今日はパパがいない寂しさも埋められるだろう、そんな風に思っていました。するとパニミはその日の帰り道、
車内で突然変なことを言い出したんです。ねえママ、車の中に長い髪の毛が落ちてるよ。それにイヤリングまで落ちてるの、誰のなんだろう。え、嘘。パニミ、ママに見せて。はい。私がパニミから受け取ったのは、明らかに私以外の女性のイヤリング。それに本当に茶色い長い髪の毛が数本落ちていたんです。嫌な予感しかしない。私は頭の中が真っ白になりました。だって我が家に茶髪はいないですし、マイカーにイヤリングの片方だけが落ちているなんて絶対におかしいです。これってもしや限りなく黒に近いってことじゃん。コータはオラオラ系の男前で昔からモテるタイプだったし、結婚前はかなりの女好きだったとコータの同級生から聞いたことがあります。でも今は結婚して子供までいるのに、それなのに浮気。頭の中が最悪のシナリオでいっぱいになりましたが、私はずっとモヤモヤしているのも嫌だったので、意を決してコータを問いただすことにしました。その日パニミが寝静まった後、夜遅く帰ってきたコータに話しかけました。ねえコータ、ちょっと話したいことがあるんだけど、いい？なんだよ、うっとうしいな。俺めっちゃ疲れてるから、話ならさっさと終わらせろよ。改装オープンだからって言ったのに、ちっとも儲からなかったし。あの店どうなってんだよ、大損じゃねえかよ。話って何？手っ取り早く頼むわ。うん、じゃあストレートに聞くね。あのさ、今日社内でいろいろ嫌なもの見つけたんだ。茶色い髪の毛とか、片方だけのイヤリングとか、心当たりない？知らねえな。だから何？それがどうした？てか、そんなもん落ちてたって別にどうってことないだろう。何？俺に何かケチつけようっての？俺を陥れようってか？そうじゃないの。車に落ちてて気になったから聞いただけよ。知らねえって言ってんだろ、しつこいな。前に会社の後輩を車に乗せた時に落としたんじゃないか？別にそんなの普通だろ。いや、普通じゃないでしょ、長い髪の毛とイヤリングって。だぐるせえな。お前は俺が疲れてる時に何ごちゃごちゃ言ってんだよ。浮気かなんかだと疑ってんのか？ったく、うるせえババアだな。俺が一生懸命仕事してやってんのに、疲れて帰ってきたらそんなくだらねえ話しやがって。俺を疑ってんのか？俺様に盾つこうってか？あろうことか、コータは逆ギレ。まるで質問した私が悪いみたいに責めてきたんです。だって普通におかしいと思うでしょ、会社の車じゃなくて自家用車に長い髪の毛とか、おまけに片方だけイヤリングって疑うに決まってるじゃないの。だったら今すぐ証拠出せよ。証拠もないくせに俺様に無駄口聞くんじゃねえって言ってんだよ。証拠って言ったってないくせに適当なこと言うなよ。あーだこうだうるせえんだよ。それともお前は離婚を望んでるってことか？そんなこと言っ、コータはわけのわからないことをわめいています。私の話も全く聞かないし、自分に都合が悪い内容だから私を黙らせようとしてんのね。ああそうか、よーくわかったよ。上等だ。じゃあ今すぐ離婚届持ってこい。だからそういうことを言ってるんじゃなくて、離婚して困るのはお前だろ。一人でパリミの世話もできるってか。毎日家でダラダラしてる無能専業主婦がいいご身分だよな。ったく、とにかく証拠を持ってこい。証拠がないなら俺に意見するな。わかったわよ、わかった、よーくわかったわ。ちくしょー、絶対に許さない。覚悟しろよ。私はこの時のコータの言動で浮気を確信。この男を許す必要なんてないと思いました。そして翌日すぐに弁護士に相談。多額の慰謝料をもらって離婚する計画を立案することになりました。弁護士さんから言われたことは、今すぐに離婚しないのであればとにかく証拠を集めること、浮気の証拠、家庭内での暴言を記録、そして日記を書き続けること、それらが揃えば 100% 負けないとのことでした。よーし、やったろうじゃない、あんたなんかに私は負けないんだから。それからというもの、
私はコウタから暴言を吐かれるたびに日記に書く内容が増え、もう楽しくて仕方がありませんでした。パニミからも、最近のママすごく楽しそうだねって言われるほど。人って考え方一つでこうも楽しく生活できるようになるし、捉え方の角度を変えるだけで辛かったはずのことが楽しみになっちゃったりするのね。さあ今日も記録っと。おいパニコ、このまずい飯はなんだよ。来た来た。え、今日のメニューはパニミも美味しいって言っておかわりもしたよ。麻婆茄子とか春雨サラダってあまり好きじゃなかった？お前舌が腐ってんじゃねえの？激まずい。こんなの食ったら病気になるわ。たく、ほんと無能だな。おまけにアホだし。お前、何年経っても本当に使い物にならないクズ食だよな。俺様に食わせてもらってんだから、しっかり炊事やれよな。はーい、メモメモっと。おい、聞いてんのか？気色悪い。ニヤニヤしやがって。お前みたいな奴とこれから何十年も生活していくと思ったら、吐き気がするぜ。ああ、俺の人生お前のせいでズタボロ。クズと生活するって辛いわ。はーい、メモメモっと。まあ、こんな具合に記録を積み重ね、やがて10年が経過。私は、コウタの悪事の証拠を10年集めまくったんです。そうです。あれから10年経ってしまったのです。十分な証拠も揃いました。そしてあの時6歳だったパニミも高校1年生に。すっかりおませでしっかり者というよりはすっごい切れ者に成長しました。さてと、そろそろ私の復讐の時期ですかね。次に離婚というセリフを聞いたら、私は反撃すると決めました。その日仕事から帰ってきたコウタ、うまくいかないことがあったのか、むしゃくしゃしている様子です。おかえりなさい。あー疲れた。たく、どいつもこいつも使えねえやつばかりだよ。職場では無能部下、家では無能な嫁だもんな。ご飯食べる？それともお風呂にする？うるせえな。俺に気安く話しかけんじゃねえよ。誰が俺様に話しかけていいって言った？空気も読めねえのかこのクズめ。だってご飯はって聞かなかったらいつも文句言ってくるじゃないの。あるっせ、もう離婚だ離婚。疲れて帰ってきてまでお前のしけた顔なんて見たくねえんだよ。はい、言ったやったね。私はこの機会を待っていたんですよね。うん、わかった。もう離婚しよう。いつ離婚してもいいって言ったよね。そうしよう。ふっ、お前今日は随分偉そうだな。そんな度胸なんてないくせに、アホか。んなことできるわけねえだろ。アホはあんたよ。今さっき自分で離婚だって言ったのに、もう忘れたの？な。はい、これ離婚届。もう私の方はサインしたわ。今すぐ記入してもらえるかしら。は、偉そうに。俺に命令してんじゃねえぞ。あら、あなたの希望を聞き入れてあげるって言ってんのよ。離婚離婚って騒ぐからもううるさくて。ま、この野郎。そうそう、パニミも私の方についてくるって言ってたわよ。そりゃそうよね。こんなアホについていこうだなんて到底思えるはずもないもんね。ま、お前無能な専業主婦の分際で偉そうに。とりあえず証拠は全て揃えさせてもらったわよ。もちろん弁護士さんのアドバイス通りにね。社内で浮気の証拠を発見したあの時からずーっとずーっとずーっとね。あ、何のことだよ。何言ってんだお前。10年前にイヤリングを見つけたあの日よ。あれからあなたの行動を全て疑って、社内はもちろん録音録画してるのよ。な、何、そんな。あら、顔色が変わったわね。真っ青よ。大丈夫？それにまだまだあるわよ。あなたがこの10年で私に吐いた暴言の数々。1年365日、それが10年だから3650日分をしっかり記録させていただきました。お、お前、あ、ちょ、な、なんだよ、お前は。お前そんな長い期間証拠集めしてたのか。うん、そうよ。だってやっぱり何をするにも計画的にやらなきゃね。どうしてもあなたのことを地獄の果て、奈落の底、人生どん底まで追い込んでやりたかったからさ。
な私だって一生無能だなんて言われてあなたのお世話をするつもりもないから、とりあえず10年ために貯めたいろんなこと、あらゆる方法で武器にしてあんたのことを突き落としてやるわね、ルンルン。ちょ、待ってくれよ。お前だけが勝手に離婚決めるのは絶対におかしい。俺は認めないぞ、離婚なんてしない。パニミだってきっと反対する。あれだけ離婚離婚って騒いでた男なのに何を今更必死になってんだか。その必死な顔を見るだけで笑えてきちゃう。ママ。その時ちょうどパニミが部屋から出てきたの。パニミ、あのな、ママが勝手なこと。ママ、荷造り終わったよ。もう離婚届書いてもらってさっさと行こうよ。え？私もうこの家にいたくない。だって加齢臭もアホも移りそうな気がするんだもん。ちょ、パニミはパパの味方だよな。それにパパは加齢臭なんてしないぞ。昔からモテモテのいい男なんだから。は？キモ。え？何寝言言ってるの？そんなわけないじゃん。勘違いとかおじさんなのに相当痛々しいよ。うっ、あのさ、真のモテ男ってさ、女性を幸せにできる人のこと言うのよ。10年以上もママのこと苦しめて好き勝手生きてたくせに今さらよくそんなこと言えるよね。ママ一人幸せにできない無能が黙れよ。うっ、はぁ、やっとあんたの顔見なくていいと思うと心が晴れ晴れするわよ。それにあんたそんないい男じゃないよ。自分の顔かっこいいとか思ってたりするなわけないじゃん。ママが惚れてたからそう見えただけで、ママだって愛情冷めて分かっただろうけど、あんたの味方だし。嘘な。恋は盲目、アバタもエクボ、タデクウムシも好き好きってことわざ知ってる？ママに結婚してもらったのに何いい気になってんの。あのね、自分のことかっこいいって言っちゃう男って女性から見るとアホみたいに見えるんだよ。そんな女性の気持ちにも気づかないとか、不細工な上に空気も読めてないって終わりじゃん。な、でも俺はモテ。あー、そういうとこがアホだって言ってんの。くっついてくる女のレベルが低いだけってどうして気づけないの。もう無駄話やめてくれる。はい、お口チャック。谷見は本当に賢いわね。あなたにいなくてよかったわ。確かに昔はいい男だと思ってたけど、この10年で25キロは体重も増えたし、今じゃ誰もあなたに近寄ってくる人もいなさそうよね。あのさ、俺、すまない、今まで俺が悪かった。心を入れ替えるから、もう一度一緒にやり直してくれないか。無理、絶対無理ね。はあ、そうそう、慰謝料養育費はしっかり請求させていただくから、その辺は覚悟しておいてよね。徹底的に請求してやるから。あ、ちょ、おい、そんな。浮気に暴言に数えきれないほどの証拠があるからね。ま、あなたの人生はこの先真っ暗、自業自得ね。もう二度と私たちに近寄らないでね。じゃあ。パニコ、行かないでくれ。私とパニミは泣き叫ぶコータを無視して家を出ました。もうすでに新規は購入済み。女二人での生活になるので、セキュリティ万全のマンションで心穏やかに過ごせそうです。その後、弁護士に10年分の証拠を渡し、すぐに慰謝料請求。コータがいくら泣いて騒いで暴れても、10年間の記録は動かぬ証拠となりました。数日後にはドカンと慰謝料2000万円が。頑張った甲斐があったというものです。コータはあれだけ威張っていましたが、社内では嫁と娘が出て行ったらしいと噂され、白い目で見られているようです。社内にいる女との浮気もバレちゃったとかで、完全に会社内でも居場所を失い孤立。2000万円の慰謝料は借金したものの、それからすぐに会社を追い出されてしまったのだそうです。義実家も呆れてコータとは絶縁したし、あまりにもひどい行動に親戚や友人からも見放され完全ぼっちで、今はコンビニやらスーパーでアルバイトしながら借金の返済だけの人生、無心で働いているのだとか。そうそう、あの時の浮気相手の女も、それから付き合ってた数人も全部会社の女でした。だから全員まとめて会社とご両親、さらに既婚者もいたから旦那さんとか
あちらこちらにご報告させていただき、それぞれきっちり制裁しておきましたよ。本当にざまです。一方、私とパニミはというと、とっても楽しく二人暮らしをエンジョイしてます。まあまあ、あの時のあの人の顔相当ひどかったよね。覚えてる。一生忘れられない。なんかこの世の終わりって顔してたよね。まあまあ、これまで本当に大変だったね。そんなことない。私にはパニミがいてくれたから頑張ってこれたの。私はずっとママの味方だったよ。いつかあんな男にズバッと言い返してやろうと思って勉強も頑張ったし、今じゃ特技が論破だもんね。ほんと、パニミがいてくれたおかげで私は強くなれたのよ。よし、今日はお祝いにパニット寿司で出前でも頼もうか。いいねいいね、私特上寿司がいい。じゃあ今日は奮発して特上寿司2人前と茶碗蒸しもつけちゃおう。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。